っぱ生きるためにめっちゃ頑張るんですよね。だから気が休まらないですよね。いくらやっても収益が上がったとしてもずっと怯えてるような状態なんですよ。寝る時も不安に駆られたりとか、やっぱりしてたので、すごい残業してる形になるんですけども、まあ、それでやっと普通の一般人と同じぐらいの給料みたいな。自炊をやらないので外食ばっかりってなると大体お金がなくなってましたまあ大体11時ぐらいに終わって、11時10分とか11時半ぐらいにそこのスーパーに行けて、まああれですよね、値引きされたお弁当があるわけですね。0時前なんで、閉店前なんで、それをどれか選んで買って、家でなんか YouTube とか見ながらご飯食べて、で寝るみたいな暮らしをずっと繰り返してましたね。自由がすごくない。収益の部分もそうですし、時間の部分も全然ない。で制限されまくっていて、このままね20年間とか40年間とか働いていってしまって、それで死んだりとかしたら相当人生面白くないもので終わってしまうなって思って、ネット物販っていうのを始めて、そうです。でそれで、まあ、副業で収益を夏ぐらいですかね、夏ぐらいに始めて、でもその冬には起業したって感じなんですよね。起業していろんな悩み、拡大できないだったりとか、集客がわからないだったりとか、そういった問題もいっぱいあって、やっぱりそこの拡大ですよね。拡大すごいアナログでもあったんで、その前が負荷がかかっていたということですね。プロモーションに負荷がかかって、やっぱり収益をもっと拡大していきたいっていうところの規模の部分ですよね。私が大切にしている考え方と同じことを大切にしてたんですよ。ローンチっていうのはあるけども、なかなか日本で流行っているようなローンチっていうのはあまりいいものではないと、むしろ悪い使われ方をしているんだっていう、収益が上がればそれでいいっていうような使い方をされてしまっていると。でもそういう本来の本国とかジフォーカーはそういうつもりでやってるわけではないんだと。自分のミッションの部分をより多くの人に拡大、広めていく、ミッションを叶えるためのものであるんだっていうところが、すごく私が大切にしている考え方とマッチしたんですよね。私も何でしょう、収益が上がれば何でもいいっていうのは嫌いなんですよね。収益が上がれば何してもいいとかいう考え方は大嫌いで、もうそれを池田さんも同じことを考えていた。すごい、何でしょう、自分の人生を変えた大切な手法を悪用されてしまっているだったりとか、それが怒っているであったりとか、自分がその状況を変えたいんだって思っている姿が、なんか自分が求めていたもの、今やろうと思っていることに一致した。私も自分の作っていっているその物販の手法でより多くの人をこう良い影響を与えていきたいと、そのためにローンチであったりとかでこう収益を上げていきたい、拡大させていきたいって思っているところで言ったら、ある意味業界をこう変えていきたいだったりとか、いいものにしていきたいっていうところとすごく一致したんですよね。それではこの人から学びたいと思って、セミナー、ジフウォーカーも来るっていう、来日するっていうことでセミナーに行きましたね。そうです。でこの人からだったらば学んで、何でしょう、もう本当に 100% 自分がすんなり学ぶことができるだろうなっていうので、もう動画のその最初の、何でしょうね、20分ぐらいある動画のうちの最初の5分ぐらいに、ね、確信をしました。この人は普通の人と違うなと、お金儲けできればそれでいいでしょうみたいな人がいっぱいいる中で、ミッションを大切にしていたりとか、やっぱり業界を本当に変えたいと思っている、っていうところがすごく感じ取れたので、なのでそこにすごく心打たれたっていう、その印象に思ってますね。一番この人しかいない、この人がおそらく学びだったら一番だろうなっていうのを、もう本当に感覚的に感じた。で結局そういう見よう見まねじゃダメなんだなっていうのも感じたんですよね。で池田さんから学びたいっていうのも、セミナーに行く前から思ってたんですよ。もうローンチはやらないといけない、自分の大きな悩みですよね。拡大していくのに対して今のやり方だと、プロモーションに対してすごく労力がかかってしまっているであったりとか、まあ、なんですかね、その自分のコアオファーを、コアのプロダクトを買ってもらうのにすごい時間がこうかかってしまっていたんですよね。ってなると、多くの人に何でしょう、伝えることができないなって思ったので、まあ、その悩みを解決するためにはローンチが必要、絶対にローンチをしないといけない。池田さんの生徒になって、やったローンチで言ったらば、まあ、今までレベルとしては本当に100万200万とかプロモーション上がればわーいっていうような状態だったんですけど、そこから初めてのローンチで600万ですかね、当時、
まあ、高額なプロダクトに対してお客さんにいいなって思ってもらえて、で向こうも欲しい欲しいという状態でオファーすることができたような、まあそれもローンチがなければおそらく欲しいという状態まで持っていくことはできなかったと思うんですね。向こうから早く買わせてほしいみたいな、そういう状況も作ることができたので、初めてのローンチとしてはすごくいいローンチができたなと思ってますね。そこから池田さんの生徒 として学び続けて、で600万から次1200万の収益上がったりとか、でそこからさらに2400万の収益が上がったりしていって、自分もローンチもだんだん慣れていって、収益の上げ方も分かるようになっていて、さらに自動化というのもできるように、勉強をさせてもらってできるようになってですね。なので当初私が抱いていた悩みですよね、プロモーションにすごく労力がかかってしまっていて、自分の時間の切り売りでやっとこうなんでしょうね、生徒さんがちらほら入るみたいなものではなくって、よりローンチという力を使って効率化して欲しい人にちゃんと届けられるような状態になって、で規模もどん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 上がっていって、でこれからも規模を上げていくことも全然できるなって思えるぐらいのところまで、行くことができましたね。しっかりと理解してくれるんですよ。時間をかけてじっくりと自分の思いであったりとか、自分のプロダクト、自分のビジネス、自分の紹介するビジネスであったりとか、商品のことに関してであったりとかをしっかりと説明できて、でそれも理解してくれた人がこうついてきてくれるので、何ですかね、やっぱり3日とか1週間とか下手したら1ヶ月とかかけて、しっかりと説明して、説明することができるんで、不マッチが起きないですよね。こういうつもりじゃなかったみたいな生徒は本当に少ないんですよ。しっかりと理解してもらった上で向こうに主導権を渡しているので、なので何でしょうね、騙されたとかそういうのはあんまりなくて、しっかりと説明ができて、なおかつ体験もしてくれたりとか、自分の手法のやり方も教えたりとかして体験してくれたりとかしてるんで、それで体験してみて、あ、これだったらいけそうだ、これだったら自分に合ってるなって思ってくれて買ってくれてるので、なんかそういうトラブルもすごく少ないなというのは思ってますね。池田さんと一緒にジェフ・ウォーカーのイベントに、アメリカのイベントに4日間のイベントに連れてってもらったんですけども、そこで今まで、皆さんもそうかもしれないですけど、池田さんを動画越しで見てたりとかするわけじゃないですか。私もその一人だったんですけども、で池田さんがその海外のジェフ・ウォーカーのコミュニティのイベントで、一緒に連れて行ってもらって、池田さんがもう普通に海外のすごい、なんでしょう、もう日本じゃ考えられないぐらい結果を出しているような、そういった人たちと本当に対等に話をされているんですよ。なんかブレイクタイムとかがあって、池田さんがどんどんその仲間ですよね、そのジェフ・ウォーカーのコミュニティの仲間と話をして、情報収集されている姿を見て、結果を出しているような世界レベルの起業家さんとたくさん話をされているんですよね。本当に皆さんにも見せたいぐらいなんですけども、びっくりしてました。私も含めて、当時いた人たちもですね、池田さんのその姿を見て、より本当にかっこいいなみたいな、池田さんと一緒にこう海外のセミナーであったりとか、基本的にジェフ・ウォーカーのセミナーになると思うんですけども、行った時に見てほしいぐらいですね。ちょっと見方がちょっと変わるかもしれないですね。こんな人から教えてもらってたんだとか、こういうレベルの情報というか、こういうレベルの人たちと肩を並べて話をしている情報というのを日本人向けに分かりやすいように、日頃ライブであったりとか、っていうので教えてくれてたんだなっていうのをその時知って、ちょっと衝撃がありました。